です。2万5000枚の LP がありまして、ずっとその LP だけを聞いてきてるわけですね。直岡さんからですね、遺言で私のところに約4500枚のレコードが来まして、直岡さんのファンが多いもんですから、その方が時々聞きに来られるわけで、全部そのままで入れたんです。とても自分の家じゃ入りきらなかったので、中野の沼袋に一軒家を買いまして、全部そのレコードを収納する部屋を作って、そこに入れてあります。で、やっぱり長岡さんのファンは多いですからね。で、例の台湾 A 版の300枚が全部揃ってるということになってるんですが、実は27枚ほど欠けてまして、全部探したんですけど、27枚がどうしてもないもんですから、それをもう一回揃えておこうと思って今探してる最中なんです。あと何年生きられるかわからないけれど、もう一回、まあ、2万5000枚全部聞くのはちょっと無理なんですけれども、できるだけたくさん聞こうと思って、自分の部屋でですね、レコードをずっと聞いてるっていうのが最近の毎日でございます。で、ケーブルを突然やることになっちゃったんですけれども、私はもう引退をしてですね、サンスに30年おりましたし、オルトホンに20年おりまして、もうオーディオの仕事は終わったというふうに思っていたんですけれども、どうしてもその私のケーブルが売りたいという会社が出まして、急に会社を作ることになりました。私と家内と2人で今会社をやっております。ですからもう作るのが手一杯でございまして、その中で少しでも適価でいいものを作ろうと、結局お金持ちの趣味になったんでしょうがないんですよね。オーディオっていうのはこんな素晴らしい世界、この音楽でどれぐらいの人がその生きる糧をもらってるかっていうことを考えると、僕はやっぱりこの素晴らしいオーディオの世界に誰でも入ってもらいたい。そのためには対米投資しなきゃ音が聞けないっていう、あまりにも辛いですから。ですから少しでも安くていいものを作ろうという思いでやっております。まあ三上さん、それから平島さんが私のお尻を叩きましてですね、一生懸命応援をしていただいておりますので、頑張ってやっていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。